今回はスカルプトでよく使うブラシをご紹介します。今回紹介する以外ではあとはスネークフックとフェイスセット、グラブ 2D、 グラブシルエットぐらいです。グラブブラシは一番よく使うブラシで、顔の大まかな形を作ったり細かい調整をするのに使います。視点を変えながら押したり引っ張ったりして形を作っていきます。マスクと合わせて使うと細かい調整も簡単でより使いやすいです。スムースは他のブラシを選択中にシフトをして使うことが多いです。リメッシュの後とか他のブラシの後に使います。スムースでも形が若干変形したりボリュームが減るので削りたい時とかに使います。ドローブラシは目の穴を掘りたい時とか顎を少し出したい時に使います。ドローシャープは鋭い切れ込みを入れたい時とか、あとは鉛筆で印をつけるような感覚で使います。クレイストリップスは削ったり細かく盛り上げたい時に使います。ドローブラシよりも使いやすくてグラブブラシの次に使うかなという印象です。インフレートは丸みを持たせたい箇所でほっぺたとかに使います。体を作るときはグラブブラシで引っ張ってからリメッシュしてインフレートを使うということが多いです。クリスポリッシュは細い折り目のような線とか、あとはきっぱりした形を作るのに使います。内側の部分に使って縁の部分はコントロールをしながら使うことで角のような感じを作っています。スクレープブラシは平らにするブラシで、側頭部とか頬骨から口元にかけて使います。フラットンブラシより癖がなくて使いやすいです。マスクブラシはこまめにかけるようにするとスカルプト全体がやりやすくなります。顔を作ってて思い通りにいかないときはだいたいバランスが悪いことが多いので、マスクをかけてグラブブラシとかドローブラシで調整することが多いです。ポーズブラシはブラシのサイズを変えながら使うと結構思い通りに動かせて便利です。腕とか足とか耳の向きを変えたい時とかに使います。リラックススライドはシフトをしながら使ってトポロジーを滑らかにするのに使います。スムースと違って形はそこまで変形しないです。スカルプトモードのペイントは頂点数が多くないと綺麗に描けません。なのである程度の頂点数にリメッシュしてからペイントする感じになります。唇とか目の周りとかほっぺたに色を塗っておくとイメージがつかみやすくなります。ここからは今回制作したモデルの2倍速動画となります。質問や感想があったらコメントにお願いします。あとよかったらチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。